はい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、松本ひとしさんの成果が疑惑報道についてのお話になるんですけど、元光も動画で何回もお話ししてきたんですけど、この話 まあ話題になってすぐにですね事務所である吉本興業が事実無根だーってこんな話をやるなら法的措置考えるぞーっていうのを発表して話題にもなってたわけなんですけどなんとこんな記事が上がるんですよね松本人志報道で有名レポーターが吉本興業を取材いわゆる同意はあったということですということで吉本興業事実無根だーって言ってたのになんか言い分が変わっちゃってるんですよね。しかも でもですね、まあそういう行為はあったと。 事務所が行為自体は認めちゃってるんですよ。マジかよこんなの言って大丈夫なのかっていう話なんですよね。名誉毀損の裁判に関しても、吉本興業ではなく、松本人志さんがやるよっていう話にもなってるんで、いやもうこれ完全に吉本興業は松本人志さんを切った形だったなっていうのはね、そんなお話なんですよね。ということで見ていこうと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、性、ま、格、あ 報道に関しては皆様ご存知だと思うんですけど、まあ、改めてね吉本興業がこれ問題になった時にお知らせ出してた内容をちょっと見ようと思うんですけど12月27日の時点で一部週刊誌報道についてっていうことで本日発売の一部週刊誌において当社所属タレントダウンタウンの松本人志が8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されておりますとしかしながら当該 事実は一切なく本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させその名を毀損するものです当社としては本件記事について新幹線内で必要に質問撮影を継続するといった取材対応を含め厳重に抗議し今後法的措置を検討していく予定ですということで当該事実まあ、そんな性加害だとかえー、8年前の女性の性的行為 っていうのは、もう一切ね、事実ではありませんよと言った上で、法的措置も検討するからよって言ってたわけなんですけど、その言い分がるっきし変わっちゃってるみたいなんですよね。ちょっとこちらの記事読んでいこうと思うんですけど、松本人志報道で有名レポーターが吉本興業取材、いわゆる同意はあったということですということで、芸能レポーターの島田氏が12日、ABC テレビのニュースをお会えりに出演。松本人志と週刊 文春のの裁判の行方について解説した松本は昨年12月27日発売の「文春」で女性問題が報じられた吉本興業は同日当該事実は一切ないとして文春への法的措置を検討中と表明しているまあこれがさっきの言った内容だよねで島田氏はまず松本さんは裁判に注力するために活動を休止しています小沢さんに関しては性的行為を目的とした飲み会をセッティングしたことはないという 活動は継続となっていると説明。 まあこれが今現状だよね。そして続けてただ一つ事実無根そういった事実はないという発言がありましたけどもそれが何を指すのかというところで揺れていた部分がありましたそうだよね、まあ、全てが事実ではないって言ってんのか何のことを指してるか分かりづらかったんですよね。まあ、パッと見はね全てが事実無根っていうふうに感じちゃってたんですけど実際に飲み会も何もなかった本当に事実無根なのかというところもあったんですけどこれ事務所に確認しましたと。 この人が確認したらしいんですよ。そうしましたら飲み会自体はあったそうですと。まず飲み会は吉本興業認めたらしいですよね。それから、そういう行為もあったようですと証言したと。そういう行為、まあ、性的行為があったということ自体は、あのー、吉本興業が認めちゃってるみたいなんですよね。でそういう行為はあったが、 それは強要したものではなくいわゆる同意があったということですとえ最初言ってた内容からだいぶ変わりましたよねあんなの事実無根だってお知らせを出してたのにもうほぼほぼ認めちゃってるんですよねただ相手は同意をしてたよっていうのを言った上でいろいろ行為は全部したというふうに言ってるんですよ 事務所がこれ認めちゃうんですよね。で、無理やり何かしたというわけではないということなので、裁判では今後、そこが争われていくことになるんだと思いますと、争点を説明したということなんで、まあ、もともとね、ここの争点っていうのは重要視されていましたけど、もう本当、ここだけになるわけですよね、逆に言うと。 性的行為を無理やりしたかどうかだけなんですよで、さらに今後行われるであろう裁判については松本さんが個人で文春に対して行うもので吉本興業が裁判をするということはないようですと指摘したとまあこれは前にも報道された通り松本ひとしさん個人で文春を訴えるという形になるみたいなんですよね吉本興業がもともと法的措置検討するぞって言ってたのにあれって結局松本さん一人なのかよって感じがするんですけどまた 教演の弁護士三輪氏は今後の行方についておそらくですけども地裁で判決まで出るとしたら2年ぐらいは大体かかるのかなと思うんですと推測とまあそれぐらいかかってもおかしくはないよねでその上でただご本人が何かするのって尋問の時ぐらいだと思うんですけど尋問ってだいぶ裁判が煮詰まってきてからやるんです通常は別にご本人が出廷する必要もなく大体代理人だけで進んでいくので多くの方がお仕事と 継続しながら裁判の手続きに向き合っていらっしゃると思うと語り裁判に注力するため活動休止という決断を下したことに首をかしげていたってまあそれはそうだよねなんで本人が裁判に力を注ぐぞーって言って で実際にはほぼ弁護士が動くって別に裁判のために活動休止する必要なくねとはなりますよね。まあただスポンサーがつかないからいてもどうしようもないということでの、えー、活動休止って感じも元光はしますけど自分は何も悪いことしてないんだって言い張るんであれば活動自体はやっとくべきなんじゃねえのって いうににも思えたりは確かにしますねいやーこれはかなり追い込まれた状況なんじゃないのかなと思います吉本興業ですらほぼほぼ認めるというようなことを答えてるんであればもうほんと最初は事実無根だって言ってたのにああもう言いますよここまでは全部ね、あのー、やったことですみたいな感じで白状してるような状態ですよね。 まあこういうことになっちゃうと初動で言い訳してたっていうようなねそんな感じにしか映らなくなるんでやっぱイメージ的にはほんと良くないと思います。 まあちょっといろんな意見も見ていこうと思うんですけど、これ、裁判するメリット、そこまであるかって、パワハラに厳しいご時世で、同意していたって証明するのは激ムズそうだし、勝ちましたとか、同意してましたってなったとしてもなーって、これで仮に裁判で、ああ同意はありましたって、だから勝ちましたってなっても、世の中あんま変わんねえんじゃねえのかっていうふうにね言われてるんですよね。そうだよね。こうしたパーティーがあって、性的行為もしてましたって認めちゃったんであれば、かなりやばいか なと思いますとか他には「ジーズ無ンが聞いて呆きれるな」って日本語の勉強した方がいいんじゃないのかーって証言だけなら逃げきれると思って たら松本人志本人が墓穴を掘ってゴールポストを動かさざるを得なかったんだろうけどって、まあ、無理やりねじ曲げたんじゃねえのかーっていうのがね言われてるわけなんですよね。とか他にはこの報道がもし本当だと仮定したらだけどやってんだならやったよーって最初からツイートした方が良かったかのような気がするなーっていやまあそうだよねこうなってくると最初になんか事実無根だーっていうよりもあ,あのこういうことやってましたってはっきり言った方がった。 方がまだ清々しかったなとは思っちゃいますよねとか他には「これはもうダメかもわからんね」ってさすがにねこれちょっとやばいなともう完全に詰んだ感じがしますよね。とか他には「まっちゃんやってる マッちゃんやることやってたらそれはあかんよって同意がどうこうじゃなくて不定行為やからってまあそういう目線でもアウトじゃんっていう風にね言われてるわけなんですよねえ飲み会も性行為もあったと認めた上で強制ではなく同意の上だったと主張するために2年も3年も芸能活動を休止してまで裁判やる意味があるんだろうかってまあここの白黒のために芸能活動2年3年も芸能活動を休止してまでやることなのかっていう風に言われてるわけなんですよね とか他にはこの記事が本当ならたとえ裁判で勝ったとしても二度と地上波には復帰できないどころかネットにも登場できないぞって合意があったと言い張ったとしても常習的に各自で後輩に性的パーティーの場を用意させていたことを認めた時点で完全にアウトだーって。 まあそういうことになっちゃうよね。まあ、ネットでもかなりやべえんじゃねえのかっていうのがね言われてたりします。とか他には何か随分と苦しい立場に追いやられてる気がするわーっていやそうなんですよね。これはさすがにかなり追い込まれて詰んだような状況なんじゃないのかなと元光も思います。ここまでのことを事務所が認めちゃってるんであればさすがに 仮にに復帰ししたたとしててそこにスポンサーつつくかって言ったらつかっっ言らないよ、ね、まあだからこそもう吉本も松本人志はもう抱えきれねえみたいな感じでもうはっきりこういうことで言ったんじゃないのかとも思えますよねということで今回のお話は以上です皆さんの日もねぜひお聞かせいただけたらなと思います本光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました